わあ、綺麗！てか、なんか、あれ？なんか、またなんかこういう大理石系のやつ？ナタリー氏。なんか、あれだ。服にバラの模様がついてる。綺麗だね。ごめんね、朝5時に。でしょ？でしょは可愛いよね。いや、マジ可愛いわ。のさ、意外と鹿系、マジ、盲点だったわ。鹿って可愛いんだね。知らなかった。私、鹿のこと何にも知らなかった。鹿は可愛いんだ。ここ育つかな？植えてみる？ダメだったらダメでいいけど。鹿って可愛いんだな。ジェシカなんか名前に鹿が入ってるから2倍可愛いってことだもんな。知らんけど。で、今日誰が起きてんの？こいつ寝てる。こいつ寝てる。こいつ起きてる。起きてる。ちょっとレシピもらえますかね。また化石集めて翌日、というかまた時間巻き戻して、で、びっくりした。自然の法則聞いたら、ナタリーの家が綺麗になってるはずだから。まあ、入れるかわかんないけど。オレンジサイドテーブル持ってるね。うん、知ってるよ。てってけてってってけてけてけててん。はい。住民にあげれればいいのにな、いらんやつ。これ配ったからあげるよ、つって。よかったら覚えて。こんな風にできたらいいのに。あ、そう、あと上の木だ。あー、ちょうどいい感じ。これぐらいでいいや。ここもそうか。マイルドか。これだ。植える。逆に5個植えるとかできないのかな。これはもう植えたね。うん。これちっちゃくていい。ん？植林のやつ？ああ、フルーツのやつか。ちょっとじゃあここら辺ついでに写真、ああ、ナタリーの家で写真撮るか。なんか蝶の羽ばたきが気になる。こうだ。よし。オッケーオッケー。なかなかいい感じに撮れたんじゃないでしょうか。うん。まあ、サムネに使うかどうかは別としてね。たぬき、マイレージ分は撮れた。来ないかな。うん。じゃあちょっとまたルーティンワークをやっていこうと思います。いきます。今ちょっと化石をね、鑑定してもらおうと思ったら、なんか、早起きしてたアリゲッティに呼び止められたんですけど、空きあったかな？ポケットに。なんだろう。服？いる？てか、それ私が作ったマイデザインだよね。来てくれてるんだ。ありがとう。なんか変な時間に起きちゃって、つって。ね。ガトーショ、うん、なんかね、NPC に差し入れとかできたらいいのにね、できないんだよね。パキーン。いいね。ラブリゾート制服の世界観、世界観ないよ、別に。世界観ないから安心して来てくれよ、もうそれは。世界観とかないから。ちなみに、シンプルパーカーってあれだよね。でももっとよりシンプルだったな。もっとシンプルだったわ。しかも黄色か。まだアリゲティとの好感度が足りないな。好感度がね、足りてるやつはね、緑のものをよこしてくるんで、私に。わかってるから、私が緑が好きって。全身緑だし。はい。ちょっと化石をそろそろ間違えました。もう無理だ。3日分ぐらい。3日か4日分ぐらいやった。頼む！お願いします！お願いします！嘘 だろ？お前、新味があん、ないか？もしかして。本当に？もう！バカ。八つ当たりだった。ごめんね。ブータバカじゃない。ブータ頭いい。ごめんね。おやすみ。さてと、ちょっと明るくしました。ガンを。で、ここら辺のね、木もちょうど良くなってきたね。裏に、木の実。木の実のね、見えねえ。木の実のね、種を入れて、大きく育たないようにしております。問題はね、ナタリーが、
家の中にいるかどうかなんで、あ、ここの低木、低木じゃなかった木も、これぐらいの大きさでいい感じなので、裏にね、もう種を仕込んであります。いねえし。出かけとる。家の中見せてくんないんだよな、ここの島民な。お出かけ中よ、ナタリ。はい。広場にいるかな。そろそろ化石売らないとどうしようもないんで。あ、どうしたフリル、なになになになんでんの。実は折り入ってあんたに、ちょっと嫌な予感するな。お疲れお前、嘘だろ。嘘だろ。今、島民が入れ替わったばっかりで。でももう、そ、もうね、次引っ越しをね、検討されたら引き止めないって決めたからな。お疲れするか。わかった。じゃあ、お疲れ。お疲れ、フリル。わかった。お疲れ。フリル、マジか。紫が、あぶれた。あぶれたというか、その、うん。あ、ありがとう。じゃあ、そうしよっかな。あ、一緒にどう？ダメ？スペースある？私、乗れる？これ。乗れないやんけ。ないやんけ、スペース。おい。スペースないやんか。よし。おい。よいしょ。どう置いてもこのテーブルランプが邪魔なんだよな。あー、そんなことしないで降りちゃった。もう。もういいや。もういいです。マジかー。ここで離島ガチャっすか。もう、そろそろ確かにね、ネキチも限界かなと思ってきたんで、限界かなっていうか、その、精神的にも、もういいかなと思ってきたんで、またツネキチが来たら、もう一回ツネキチ周回すればいいだけだし。ちょっとさ、まあ、マイル旅行券8万余ってるから、行ってくるか。おっす。久々。じゃあちょっとね、もろもろ準備しましょうか。出ていくのは、明日、明後日ぐらいになるけどね。もういらない。いや、ついにフリルが、フリルはね、最悪いつでも呼び戻せますから、カードがあるんでね。いや、そうこれ、空から洋式トイレ吹いてきたんだよね。マジでウケる。こんなもん落としてくるんだ。トイレどっかに置いときたい気持ちはある。でも仮設トイレを買うか、そんなだったらね。洋式トイレドーンってそんな街の中に置かれたら嫌だよな。木の苗をいっぱい買っとくか。いやー、ついにフリルとお別れか。ナタリー来て、紫が増えたなって思ったら、今度紫、最初にいた紫が出ていってしまうのか。てか、紫が減って増えたんだよね。入れ替わったんだよね。うん、紫入れ替わったんだよ。ああ、もう物がね、結構いっぱいいっぱいなんだけど。まあ、いっか。ちょっと後で整理しよう。てか、別にこのまま持っていってもいいしな。そっかー。お別れかー。うん。うん。入れ歯に詳しい子供になってやだなー。お疲れ、それは。もうちょっとなんかないの。うん。ほんと？よかった。うん。これは結構設置するのが大変でね、なかなかうまくいかなかったんだよ。これいらないかな、ランプあれ。なんか夜になって遊ぶときに明かりがないから困るなと思ったけど、別に夜外出て遊ばんしてな。てかナタリーはもうなんか積極的にお掃除をしてくれてんだけど、なんか申し訳ないな。ありがとう。音かわいいな。うん。いや、あー、まあ、静江には確かに用がある私。島の評価聞こうと思ったんだ。あ、あーよれいこう。走らしたとこですまん。うん。実は？ああ、そうだの。かわいい。ありがとう。癒された。フリル、ね、行ってほしくなかったんだけどね。てかもう、みんな永住決定って思ってたんだけど、やっぱ島にも、新しい風を吹き込まないといけないからさ。と思って。まあ、また今後もね、入れ替わりはちょくちょくあると思うけど、まあ、そういう感じでよろしくお願いいたします。
余計なもんはこれで拾えたはずなんで、ちょっと聞いてこようかな、評価。5段階ちゃんと維持できてるかどうか。維持できてるんだったら、あのレシピ集は床にほっぽやした後でサブキャラに拾わせようと思います。今の評判。よしよし、オッケーオッケー、5つ星。バイテルにぴったりの映えるロケーションだよね。俺も島も最高、ウェーイ。よう、もう誰だか、もう最高にわかるな。オッケーです。もう何でもない。お金が多すぎるから一回ちょっと預けるか。うん。というわけでね、また次、収録を再開するときはフリルとお別れ会をするときです。よろしくお願いします。それでは、さよなら、バイバーイ。サブキャラで荷物を、外側に出したレシピをね、全部中に戻して、で、借金を一回返済して、で、増築の手続きをして、ナタリーの家行ってみたら、いるんだよね。ロードしたら、家入ってるんだ、みたいな。じゃあ、メインキャラの時に家入っといてくれよっていう。オタク訪問しましょう。わー、すごい、なんだこれ、紫のあの、貝殻のベッドだ。これ、うちのさ、メインの家の近くでかけてるやつじゃん。で、鹿の、なんか、木の、壁飾りのあれね。どう思うの自分の祖先がこうやって飾られてるの。もう、シャワーの上にだよ。シャワーの下にジャグジーがあるんならまあいいのか。で、しかもここ、寝れるやつだよ、これね。これ寝れるやつだね。何サウナでもするの整うのかなここで。白ラタンに、まあ、白を基調として、で、まあ、自分のメインカラーのピンクと紫を入れてるっていうところですかね、おそらく。そして、自分の祖先をこう飾っていると。てか、メガネなんだ、家だと。プライベートだとメガネなんだ。なり、うん。でしょ何か用でしょもう。見抜かれている用事があること。うん、告げましょう。うん。金曜日か。まあ、金曜日はね、ネオくんが配信する日だから。まあ、うちは、じいやの意味は知らんわ。あの子。また、メインキャラの話してよ。逆に。ニモの話してよ。あ、そう、そういえばね、うん。結構ね、まあ、いつの話したっけ？見た目結構変えたんだよね。黄色をテーマカラーにしたんだよ。靴はちょっとなんかあれだけど。あれだ、でけえリボンが被ってるのは、なんだよこれ。動物からもらったやつだからさ、捨てるに捨てられなくって、自分でつけてるんだよね、これ。あ、早くね、もやもやすんの。親密度足りないからか。すいませんでした。手も振ってくんなかった。ひど。ごめんってば、そんなに、だって気になるんだもん、君のこと。あ、ジェシカー。どうした、ちょうどよかったね。うん。それで通じるんだったら世話ないわ。ゲラムたちちゃんとはっきり嫌って言わないとダメだよ。いや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 。あ、じゃあ普通に話そうよ。かわいいな、おい。うん。あ、なんか喜んでる見えたのかわいいね。あ、そうか、そう、フリルはパニーはいい、パニーは。フリル。ジペッティはいる。フリルがいいね。あ、いた、物鍵からフリル。おい。あー、ネム。そう、ネムなんだよね。ずっと何もしてなかったよ。お疲れ。いや、見えないだろ。裏だから。見えないって。雑誌書いてあったんだ。雑誌書いてあるかい。見えないって、これ。アイアンウッドテーブル。こっからで見えないって。わからんって、アイアンウッドテーブルだって。隠し聞けよ。さーてと、まあ、じゃあ、この人、あ、そうだね、増築して、今度左側のスペースが空きます、この人んち。で、屋根の色も黄色に変えました。で、中なんですけど、もうレシピがね、いっぱいになっちゃって。だって、洋式トイレここに置きました。これトイレしてください。ね。特に何もないのに水が流れます。もうね、こっちの小部屋もね、おそらくね、いっぱいになりそうなんで、もうすでにこんだけ下がってるから。
まあ別に捨ててもいいんだけど、なんかちょっともったいなくって。なんかね、なんかもったいなくて、なんか使えるんじゃないかなとか、いつか使うんじゃないかなとか思っちゃって、なかなか捨てるに捨てられない。もしかしたら4代目のスイッチ買ってさ、4頭目の島を作る可能性だってあるじゃん。ね。なのでちょっと置いといている次第でございますよ。ね。これ開けないでね。取っとくんだ。ね。というわけで、ちょっとこのキャラクターでもまあ、いろいろ進めてはおります。なかなか出番がないので、ちょっと一応お写真でも、届きます、1枚ぐらい。何色がいいのかな？普通に撮った方がいいな、これ。サムネのことを考えて、ここにいるか。普通にサムネのことを考えるのちょっとか。こっち、目線はこっちの方がいいね。うん。まあ、ちょっとこのキャラはね、まあレシピ保管用のキャラなんで、あんまり出番はないんですけど、たまにはこうやってお外に出してあげるのも悪くはないですね。はい、ありがとうございました。そんだけです。以上です。ちょっとナタリーの部屋が見れてよかった。もやもやさせちゃったんですけど。次はメインキャラで見に行きたいと思います。それでは、さよなら。じゃねー。